再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はツイッターやインスタグラムなど SNS で話題沸騰中の話題の中国コスメ、ズーシーのコスメレビューをやっていきたいと思います。はい、ということで今回は SNS でも超話題になっていたズーシーのコスメをいただいたので、マスカラとアイシャドウを中心にレビューしていきたいと思います。最初に言っておくんですけれども、今回紹介するコスメめちゃめちゃ可愛いので皆さん期待してご覧ください。そして今回レビューするアイテムがズーシー大英博物館エジプトシリーズアイシャドウパレット、次にこちらです、ズーシーダイヤモンドシリーズマスカラ、最後にこちらです、ズーシーベルベットマットリップスティック。そして今日はレビューをした最後にこちらの中国コスメを使ってメイクもしていきたいと思うので、最後まで楽しんでご覧ください。まずはじめにこちらのアイシャドウからレビューしていきます。見てください、パッケージめちゃめちゃ可愛いですよね。このパッケージが大英博物館エジプト館とコラボしたパッケージになってるそうです。じゃーん、見てください、すごい高級感のあるパッケージになってます。これは集めたくなるよね。でこれがね、エジプト収蔵品をテーマとした彫刻デザインになってるそうです。すごい綺麗。はい、まずこちらが01番の日没色というカラーです。こんな感じで上に大きい鏡がついてます。で中にもね、めっちゃ可愛いフィルムがついてますね。これを取るとじゃーん、こんな感じです。すごい綺麗ですよね。マットから偏光まで揃った16色が入ってます。で3000円台なのに16色も入ってるってすごいですよね。じゃあ01番装置していきたいと思います。ちょっとアップで写していきます。めちゃめちゃ高発色です。で見ていただいて分かると思うんですけど、質感がサラサラっとマットなものからクリーム状でねっとりしているものやラメラメしているものなど、本当に色によってテクスチャーも輝き方も本当に全然違います。日没色っていうカラーのアイシャドウパレットなんですけど、本当になんか夕焼けみたいなすごくね綺麗な色が揃っています。全体的にちょっとオレンジ系のパレットになってるんですけど、この辺のね変わった色も入っててすごく個性的な色味ですね。イエローベースの方にねめちゃめちゃハマりそうです。次がこちら02番チェリーワインのカラーです。02番はピンク系ですね。これもすごい綺麗です。それではこちらもスウォッチしていきたいと思います。はい、全色スウォッチしてみるとこんな感じです。じゃあアップで写していきます。
01番のパレットとも全然質感が違いますね。でこちらもすごい高発色でピンク系のパレットになってるんですけど本当に可愛いです。02番はブルーベースの方にもすごくハマりそうです。でもゴールドとかも入ってるのでパーソナルカラー関係なく使えそうですよね。次はこちら03番の白桃サンゴというカラーです。めちゃめちゃこれエジプトっぽいですよね。こんな感じでコーラル系のふわっとしたカラーになってます。すごい可愛いです。はい、全色スウォッチしてみるとこんな感じです。全体的にふわっとしたカラーですごく女の子っぽいですよね。ではアップで写していきます。オレンジとかコーラル系のメイクが好きな方にとってもおすすめ。でこのアイシャドウね、こんな感じでメイク落としで落としても落ちるんですけど、なかなか落ちにくいです。とってもね、色持ちもいいです。このアイシャドウはめちゃめちゃ高発色だし、一つ持ってるだけで16色も入ってるからいろんなメイクに挑戦できてめちゃめちゃコスパいいと思います。何よりもね、パッケージがねすごい持っててテンション上がる。とても高級感のあるパッケージでメイクするたびにワクワクしちゃいそうです。次にレビューするのがこちらのズーシーダイヤモンドシリーズマスカラの全9色あるんですけれども、その中の5色をレビューします。こちらのカラーマスカラは SNS ですごいバズってたアイテムなので使うのがとっても楽しみです。はい、パッケージはこんな感じになってます。とってもスリムなパッケージです。でこちらのマスカラの特徴が色ごとにブラシの形状が違うっていうのが特徴なので、ブラシの形状にも注目してご覧ください。まずこちらがオレンジジャム、次にこちらが SNS で結構話題になってた銀色ダイヤ、次にこちらがワイルドベリー、次にこちらが抹茶グリーン、最後にこちらが青グレーです。では早速こちらのマスカラを実際にまつげに使っていきたいと思います。まずこちらオレンジジャムから塗っていきます。このカラーマスカラは高発色でしっかりと染まってくれて、このオレンジジャムを塗るとすごく色素が薄い感じの目元になれます。オレンジのカラーマスカラは使ったことなかったのでちょっと派手になるんじゃないかって心配だったんですけど、この色はねすごい普段使いもしやすいしめっちゃ気に入りました。次がこちらワイルドベリーです。すごく目元に馴染みながらまつげに可愛さを出してくれますね。この色味がわざとらしくなくてすごくさりげないのでおしゃれ感がとっても出ます。一つで長さも出るし色も可愛くなってとっても便利ですね。ライブとかイベントはもちろんなんですけれども、普段使いにも全然悪目立ちしないのでとってもいいです。こちら青グレーです。すごく目元に透明感が出ます。ブルーがすごく涼しげでこれからの季節にとってもいいと思います。ブラックのマスカラのように使えるのに目元にグッと透明感が出て本当に目力がアップしますね。これは普段メイクに取り入れることでさりげなく周りと差をつけられるんじゃないかなと思います。次がこちら抹茶グリーンです。ちょっとスモーキーな感じで若干グレーとか白が混じったようなグリーンですね。
とってもおしゃれな色です。グリーンが奇抜なグリーンじゃないので普段使いもしやすいし、重ねて塗ることによってイベントとかでも使えるぐらい高発色にもできますね。とってもこれはおすすめですね。私も気に入りました。次がこちら銀色ダイヤです。これは重ね塗りが可愛いらしいので軽くブラックマスカラを塗ってあります。ラメがすごい繊細で本当に泣いてるように見えますね。すごい潤んだ目元に見えます。で、角度によってきらめくので、なんかパッと見てシルバーのまつげだって感じにならないのがいいですね。瞳にすごい透明感が出ます。これはね、なんかまつげの先につけたりとか下まつげだけにつけたりとか、なんか使う場所によってもまた表情変わりそうですよね。最後にこちらのズーシー×ピカソのベルベットマットリップスティックをレビューします。パッケージがすごい可愛いです。とってもおしゃれですよね。今回紹介するカラーが、まずこちらが917番真夜中の花、次にこちら916番クレイジーメアリーレトロです。次にこちらが905番自由な魂、最後がこちら920番クリムゾンミステリーです。見てください、パッケージがもう美しいです。すごい可愛い。こんな感じで上にね、おしゃれなマークが入ってます。はい、まずこちら917番真夜中の花はこんな感じです。ここがね、磁石になってる。じゃーん、見てください、いいです。このリップの断面にもマークがついてます。見えるかな。これはね、ラメが表面にキラキラついてますね。どんな色だろう。これなんかちょっとスウォッチするのすごいもったいないですね。すごくクリーミーな塗り心地、しっかりと保湿感がありますね。で、このキラキラはね、吹き付けで表面だけついてますね。で、色は赤リップですね。濃密な赤リップって感じ。どちらかというとちょっと黄身寄りな赤かなと思います。次はこちら916番のクレイジーメアリーレトロです。これもおしゃれですね。はい、こんな感じでチョコレートみたいな濃密なブラウンになってます。これすごいおしゃれなカラーですね。はい、次がこちら905番自由な魂です。これもね、オレンジブラウンのようなカラーですね。こちらもブラウン系なんですけど、さっきのよりオレンジっぽい感じになってます。最後はこちら920番クリムゾンミステリーです。赤系の色ですかね。はい、これも色ちょっと似てるんですけど、なんだろう、橙色っぽい感じ、ちょっと赤に寄ってますね。はい、4色全部こんな感じです。すごく高発色で濃密でスルスル塗れちゃいました。はい、まずこちら917番から塗っていきます。こちら916番です。次がこちら905番です。最後はこちら920番です。すごく
濃厚な塗り心地でスルスルと塗れちゃうのに、高発色で一発で唇が決まります。つけた感じも全然重たくないんですけど、すごくねしっかり保湿されてる感じがあって、マットリップだけど全然乾燥しないです。若干ちょっとこうツヤもありつつベルベットな質感で、どの色もめちゃめちゃ素敵です。はい、それでは最後にお待ちかねのですね、ズーシーのコスメを使ってメイクしていきたいと思います。今ねベースメイクと眉毛は仕上げてあります。まず私はいつもメイクの時にリップの色から決めることが多いので、まずリップから塗っていきます。こちらの917番の色がとっても綺麗で気に入ったので、こちらを塗ります。結構色味が濃いので内側の方だけ塗って指でぼかしていきます。指でぼかすとマイルドな印象になって、ちょっとチャイボーグメイクっぽくなります。次にアイシャドウを使っていきます。こちらの02番を使います。このねピンク系の色がねすごい私気に入ったので、これにします。まずこの一番薄いカラーをアイホール全体にのせていきます。すごい綺麗にくすみ取れますね。めちゃめちゃ高発色。そしたらこれを目頭側にも入れておきます。クマとかもこの色で飛ぶ感じがします。すごいね綺麗にベースを整えてくれる。次にここの色を使って二重幅にのせていきます。目尻側にも乗せていきます。なんかすごくねチャイボーグメイクっぽい色ですね。なんか一気に中国メイクができるような色味。そしたら次にこちらのカラーを使って下まぶたにライン状に乗せます。そしたらここのねグリーンの偏光ラメがめちゃめちゃ綺麗だったので、このカラーを使います。指にとってこんな感じ、めっちゃ綺麗ですよねこの色。これを上まぶたの中央にのせます。わすごい綺麗。ちょっと目頭側にもちょこんとのせます。すごい可愛い。なんか私全然アイシャドウ上手くないんですけど、テクニックいらずで本当にチャイボーグっぽい目元になりました。そしたら次はこちらです。この銀色ダイヤの色がねすごい気に入ったので、これを使います。いろいろ試してみたんですけど、割と根元の方に塗るとなんか目元が潤んで、ラメがね瞳に反射してキラキラの目に見える気がしたので、ちょっと根元の方にね中心に塗ります。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。塗った方すごいうるうるに見えますよね。角度でチラチララメが光るのですごいほんと可愛いです。こっちも根元塗ります。はい、両方塗り終わりました。すごい目元がうるうるします。なのに全然派手にならなくて、これとってもほんと可愛いですね。はい、この段階でね結構中国メイクっぽいなって思うんですけど、アイライン引いていきます。
アイラインはブラックにして、この二重幅の延長線上ぐらいまで跳ねさせもせずに、なんか延長させる感じで引いてみました。はい、ということでメイク完成しました。自分的には結構ね、中国メイクっぽくなったなと思うので、ズーシーのコスメを使うとテクニックいらずでチャイボーグメイクができちゃうなと思います。私みたいにね、あんまりメイクテクニックがなくてもトレンドのメイクが簡単にできちゃうってすごいいいですよね。はい、ということでいかがだったでしょうか。で、今回紹介したズーシーのコスメは通販でもたくさん公式サイトが出展されていて、とっても購入法も便利です。こんなにパッケージとかも凝ってるのに案外プチプラで本当にお買い求めやすい値段になってるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。